クリストフ・ド・ボーモン・デュール・ペールは18世紀フランスの聖職者、パリ大司教。1703年、大貴族の子としてペリゴールのロック城に生まれる。1734年に司祭に叙任され、1741年、バイオンヌ司教、1745年、ビエンヌ大司教を経て、1746年にパリ大司教に任じられる。 18世紀フランスのカトリック勢力をイエズス会と二分したジャンセニスム反対派の旧戦法の一人でジャンセニスムを支持する高等法院と激しく対立し1754年に高等法院から流罪処分を受けた。訪問はジャンセニスムのみならず同時代の哲学者をも激しく求断した。その主なものとしては1758年にエルベシウスの 精神論を批判する教書を出し、1762年には、ルソーのエミールを批判する教書を出した。エミールに関して、暴門は、自然法を覆しキリスト教の根底を破壊する、ことを目的とした忌まわしい教義を含むと断定している。このうち、エミール批判には、翌年、ルソー自身が、ジュネーブ市民ジャンジャックルソーからパリ大司教クリストフド、 訪問への手紙で反論している。1768年には、前年に出版された、ジャン・フランソワ・マルモンテルの歴史小説、ベリゼールを求断した。1780年、教書、書簡などが2巻にまとめられて出版された。ありがとうございます。